ねえ、ゴリバのやつ2個もらった、嬉しい。あ、飛行機写真集だ、あれだ、持ち込んで。マノさん、ミクリン大好きさん、マノさんありがとうございます、持ち込んでくださってありがとうございます。振袖ミクリン買ったよ、だってありがとうございます、嬉しい。でも私は今ダイエット中なんですよ、ソロ公演まで。そう、なんかね、昨日めっちゃ食べちゃって、だからちょっとソロ公演とあとティフまで結構ダイエットしようと思って、そうからあのねダイエットですだからアイスはそう、あの楽しみに取っとこうと思って、あの楽屋の冷凍庫に入れたんですけど、取られないことを祈ります。はい、今日はあカラコンしてます、今日は可愛くいたいと、可愛く映りれますようにと思って今日はカラコンしてます。いつも可愛い、ありがとうございます。はい、最近は寝れてる、ね、全然寝れてない正直。でもそう、でも全然寝れてないんですけど、まあ、寝れる時に寝ときやって感じではいって感じです。バターアイスはどこで買ったの？バターアイスはセブンイレブンに売ってあるから、そう、念願でやっと食べれました。バターアイス本当にすごい美味しかった。本当、でもちょっと今はわりかし結構ソロ公演がめちゃめちゃ心配で、でもなんか一旦ソロ公演終わったら私ワクチン打ちに行くから、2回目のだから、そこでまあ休めるかなって感じです。お仕事一旦まあ1日2日くらい休んで、そこで体力も回復したらいいなって感じなんで、とりあえず今ソロ公演までちょっと頑張ろうかなって感じで、あとはまあそれがワクチン打ち終わったら、ティフとかもあるんで、またそこからね頑張らないとって感じです。はい、あ、2回目はだいぶ割とみんなね熱出るらしいですよね。ちょっと布団ベッドの周りいろいろ準備しとかないといけないね、体休めて。そう、うどんじゃないや、運動とかあんまねしちゃダメらしいからね、気をつけながら。そう、ティフはね10月3日にあるんですよ、日帰りなんですが頑張ります。うどん美味しいよね。うどん美味しい、スケさんうどんがめっちゃ好き。冷たいうどん派やったんですけど、前までスケさんうどん食べてあったかいうどんも美味しいんやと思って、どっちも好き、うどん大好き。あのね、だしが美味しいです、うどんはね。だしもナコミックステージはどんな感じ？あ、マネージャーさんも合わせて3人で、まあ、セットリストを考えたんですよ。配信あるかな、多分ね来れないって言って出た方が配信で見ようとか言ってたから、多分配信もあると思うんですけど、まあ、HKT のステージと2つあるのでぜひどっちも見てください。福岡と熊本の食べ物はどれも美味しい。あ、ねえ、そう、福岡は割ともう全国的にさ、福岡のご飯美味しいってみんな言ってくださるんですけど、熊本もね、うん、美味しいんですよ本当に。熊本出身だから言える、このなんて言うんだろう、もうね知られてないグルメがたくさんあって本当に美味しい。ペンライトかわいい、はい、でね、エアコンをね掃除したんですよ、掃除してくれたんです、エアコンの掃除屋さんがしたらエアコンめちゃめちゃ効くようになって、ちょっと今寒いです温度調節が難しくなった、うん、こっちまでねちゃんと来るっちゃんね、あのねエアコン冷房がもう今冷房ですよね、まだ冷房秋になってきとるから。そう、この間朝で馬刺し買って食べたら美味しかった、美味しいよ本当に、うーん本当に美味しいんですよ。夜はね寒いんですよ。そう、昼はまあ暑くて夜は寒いっていうね、ちょっとこう調節が難しいですよね本当に。誕生日の余韻はまだある、だっていやねちょっとあるかもしれん、結構ねたくさんの方に祝っていただいたから本当に。しかも写真集発売っていうこともあって、わりかしすごいあるし、あ、ニコ生さんがのスタッフさんが
何冊もね私の写真集をゲットしてくださっててめちゃめちゃ嬉しいやった。この間ニコ生さんに出させていただいた時に HKT ねいつもより早くスタンバイしようと思って、行ったんですよね、そのスタジオに。そしたらパソコン、スタッフさんのパソコンが置いてあって、見間違いかと思ったんですけど、アイコンがミクだったんですよここだけの話ここだけって言って、ここだけじゃなくなるんだけど、ここで話したら。でもミクでめちゃめちゃびっくりして、なんでやろうと思って、なんか企画とかで使うんかなって思ったんやけど、どう考えてもアイコンやったんやな。で、って思って、誰かミク推しがおるんかなとか思いよったい。そうで、急にニコ生やったら、ちょっとニコ生のスタッフさんがおって、この人なんかなとか思いながら、まだ誰がね、誰かわからんのよ。そう。めちゃめちゃ嬉しかったです、こうね、やっぱ。めちゃめちゃ嬉しかった。今日めっちゃ片言やん、本当に。今日喋り方関西、嘘じゃん、本当に、嘘、なまってる本当に、あれ嘘、方言めちゃめちゃ出てしまいますね。なんでだ、なんでだろう、わからんあ、でもミルキーさんとブツブツ交換できたんです。私の写真集をミルキーさんがゲットしてくださって、なまってるよだって。あ、多分あれですね、あれですあのね、ちょっと疲れて疲れてるっていうか、疲れては多分いないんだけど、疲れてるのかわかんない。なんかリラックスできてるから、リラックスしてるとなんか言葉があれになっちゃう、なんかこうイントネーションがもともとおかしいんです私で、しかもハキハキと喋ってるたりとか、敬語とか使ってたりとかするとあんま多分出ないんだけど、ちょっとあれなんですよね、ちょっとなんか今日ちょっとやばい、はい、あ、そうで、ミルキーさんのねチャプチャポンいただいて嬉しい、ブツブツ交換できて。激辛麺食べてたけど唇は大丫夫？あ、そう、めちゃめちゃ腫れてめっちゃ痛かったけど、まあ1日寝たら治るよね。辛くて全然食べれんくて残しちゃった。そう、気づかんくて激辛って書いてあるの、なんかチーズって書いてあったから、あ、うまいやつなんかなと思って買ったんやけど、めっちゃなんかちっちゃく激辛って書いてあってて気づかんくてめちゃめちゃ辛かった。うん、めっちゃ唇腫れた、たらこ唇になった。競輪の予想めっちゃ難しかった。まあ荒れましたよね、あの日は競輪のやつ荒れましたよねって言ってましたよね。そういうのね、やったことないけん、めちゃめちゃいい経験っていうか、まあ人生で一回も経験することはなかっただろうから、そんな経験を一回ねしていただけてよかったです。でも最後の2つは当たった、まあ全然やったけどね。そう、競輪ね、そう、競輪自体知らんくて、番組出演させていただくときに調べさせていただいて、番組が始まるときに競輪の説明、競輪の方が説明、マサさん説明してくださって、何時間かで3連単だけ教えてもらったんですよ。だからあとのなんかそのアベマのコメント欄にこのやり方でやったらとかいろいろ書いてあったけど、三連単の言葉しか知らないのでずっとそれでやってた。難しかったです、なんかみんな厳しいからわからないよと思ってうん、ケイリンミクリン、ヤスミクリンが来て、ケイリンダメ、やっぱやだちょっと残っとったらねそれ見とってほしいけど、うん、みんななんでミクみたいなねなっとったね、はい、まあ、いろんな番組に幅広く出ていろんな方と共演してバラエティ能力とか上げていかないとなんで、はい、頑張ります。くるみんさん、かわいいだって、ありがとう、初見さんやね、嬉しいな。
いや、みくりんね、さっき書いてあったけどね、かけごと20歳過ぎてから、20歳過ぎとるから、うん、岩月さん優しかった、優しかったです。写真集を配らせていただきました。はい、カラコン、リノちゃん、リノちゃんのデートとパースをずっとつけてます。今日の喋り方かわいい、好きだって。ポンポンさん、初見さん、ありがとうございます。なんかなまっとるってめっちゃ言われるんやけどそんな感じ しないんやけど、なんでなんでなまりかわいい、なんで。日本酒は好きですか？日本酒あんま、なんだろう、お酒自体なんだろう、そこまで好んで飲まん。やっぱジュースが好きみんなで飲むお酒が美味しいって感じやから、日本酒はね、まだ飲めないかも。あんま、飲めるは飲めるんだけど、まあ好きではないかな。まだちょっと子供かもしれない。仕事落ち着いたら何したいですか？家族と旅行行きたいです。まあ旅行が行きたいです。まあそれは仕事じゃなくても、まあ今のこの時代というか現状が落ち着いたらっていうのもあるんですけど、行きたいね。バターアイス私も食べた。そう、なんかさ、意外と重くなくてさっぱりしとって、でほんのりバターの香りがするって感じだったくない？わりかしもうちょっとバターっぽくて重いんかなと思っとったけど、意外となんかあれでしたね。意外とね、なんかいい感じでした、うん、でもミクもうちょっとね、あのバターっていうのを期待しとったから、なんかあんまそういうなんかものって期待せんで食べとった方が美味しいよね。みくめちゃめちゃ期待してもバターなんやろなと思っとって食べとったから、そうそう、意外と普通のバニラっぽいアイスでって感じやった。そう、濃厚なバニラアイスって感じ、なんかわりかしなんか凍らせて、なんだろうな、パンの上に乗せたりとか、なんかお肉ステーキの上に乗せたりとか、いろんな食べ方する人いましたね、はい、そう、かじるバターアイス、うん、分かる、期待したらダメ。そうなんですよね、何事も期待したらダメ、期待するからダメなんです、はい、本当にそう。でもね、スタバのね、さつまいもはね食べたいな、新作の。早く食べたい、もう早く終わらせな、ダイエット。セブンの生チョコアイスめっちゃ美味しかった。あ、そよかちゃん、食券さん、ありがとうございます。確かにセブン生チョコアイス美味しいよね。あれ、ま、前からあるやつじゃない？美味しい、あれ美味しいね、うん、そう、焼き芋フラペチーノめちゃめちゃ飲みたい。それ今日食べた。本当に？そう、タピオカよりスタバどっちも好きですね、本当に。まあスタバとマックしか勝たんっていうところはある。マックはもう月見パイ、チーズ月見食べました。あと月見パイ、うん、月見パイ、チーズ月見バーガー食べた。美味しいね、うん、服セクシーやろ。ちょっとね、危ないっちゃうね、ちょっとね、服セクシーって。スタバはダークモカしか勝たん。ああ美味しい、なんかカスタマイズいろいろしちゃう。あ、そう、でも月見シェイクとか食べれてなくて、なんかウーバーで頼んだ時になんかシェイクとかはウーバーできないんですよ。だからそのまあ店舗には行ってないから、なんか早く食べたい。いつまでなんやろう、あれは、シェイクはね、早く食べたいですけど、もうダイエットもあって、あの10月3日までダイエットしてるから、それ以降売ってたら食べたいんやけど、それ過ぎたらもうないならもう食べるしかないやんか。いつまでなんだろう、マックのやつ。スタバはまだありそうやんか。マックっていつまでなんやろ、あれ、あのいつまでかな。
11月とかまでやっててほしいな。ねえ、調べるんですよ、そういうの。ねえ、マクドの月見の期間限定はいつまでなの？わかんないって。わかんないか。わかんないよね。調べなくちゃいけない。ティフ終わってすぐマック買い行きたいけど、あのね、ウーバー大体10月半ばまで、あ、マジ、じゃ10月4日とかそこら辺でマック食べたい。マック食べたいです。恭平さんだ、師匠だ、師匠タワーありがとう、お久しぶりです。師匠さん、恭平くんありがとう。ハルルピー、今日はね大人っぽいセクシーだねって言ってもらえる、ありがたい。今日多分前髪オイルつけてちょっと薄くしてるからな気がする。髪型でだいぶ印象変わりますのでね。はい、そう、前髪ね違うからね。アイラインが上手すぎて尊敬です。アイラインですか？アイラインもう落ちとうけど、アイラインはねもう慣れですよ、本当に。綺麗な方です。ありがとうございます、嬉しい。ハルルッピー押してたのよく覚えてんねって。うん、覚えとる。前お話ししていただいてね、覚えとるよ、ちゃんとそういうの覚えとるとめちゃめちゃ嬉しい、本当にありがとう。日に日にメイク上手くなってるよね。いや、なんか写真集のメイクさんが、私そのラブベリーの専属モデルの時からお世話になってる方だから、その人めちゃめちゃ私の顔に合ってるメイクをしてくださるのね。そうで、その方にメイクしてもらう機会がやっぱ写真集関連とかで多かったから、なんかそれでなんか自分はこういうメイクが合ってるのかもとか思って、なんか真似っていうか、そうそう、それでね多分上手くなっていけてるんだと思う自分の顔全然メイクしてなかったりとかすると分かんなくなるんよね、何が似合うかとか。でもまあ使ってる化粧品とかもあると思う。なんだったっけな、繊細っていうなんか下地があって、それを写真集でも使っとって、で最近それをねタンプレでいただいて使ったら、なんかファンでやっとるんやけど見てください、めちゃくちゃツヤが中から出てくれる感じで、私はねこれしかもワントーンアップさせてくれるし、その下地がめちゃめちゃ合ってるんですよ自分にだからね、それを使ってるとやっぱ肌が綺麗になりますね、わりかしおでこと、そう肌が綺麗になって、ちょっとクマがやばいですけどね、今日ちょっとクマがやばいですけど、はい、前髪さんがうん、最近何ですか最近焼肉食べてますか？あ、最近食べましたね。あ、昨日食べました昨日食べてしまってめっちゃ食べました、焼肉。あと焼肉キングの韓国フェアもめっちゃ行きたくて、リミカと行こうって約束してるんですけど、全然ねお互いダイエットとかで全然行けてなくて。まあもう寝ます。え、恭平くんもう寝るんですか？いつも恭平くんタワー投げてくれるのに、なんか最終的にランキング読むときいなくなってるんですよ本当に。恭平くんありがとう、おやすみクリン、またなんかあれやったら来てね、待ってるね。眉毛変えてよね。いや眉毛ね、あのね切られました。この間雑誌の撮影やったんですけど、眉毛切っていいって言われて、私別にそういうこだわりとかあんまりないから、あ、どうぞ勝手に切ってくださいみたいな感じやったら変わってしまった眉毛。はい、まあでも前髪あるから別いっかっていう感じです。恭平さんありがとね、タワーありがとね
今日ちょうど野外で肉焼きまくった。いいな、なんかバーベキューとかめちゃくちゃしたい。最近は中国メイクが流行ってますよ。あ、そうなんだ。中国メイクよくわからんのよね。なんか日向がやってましたよね。韓国メイクは大体わかる。色白くしてツヤ出して眉毛と唇をしっかり描くっていう感じのね。そうで、チークあんまり塗らないみたいな韓国っぽいメイクかなと思うんやけど、中国メイクよくわからんのよな。メイク紹介してほしいやって。今度したいですね、メイク紹介。でも TikTok とかに上げとるけどね、なんかちゃんとしたメイクのやつね、やりたいね。いつもねメイク道具使ってるのバラバラだから紹介できないんですよ。これ使ってたのにあれ違うじゃんって言われちゃうから、いつもね日に日に使ってるの全部違うんですよ。メイクの量、道具の量が多すぎて、なんか下地だけでも5つくらいあったりとか、アイシャドウだけで10個くらいあったりとか、いつもね使ってるメイク道具違うから。はい、初めて来たけど方言かわいい。方言じゃないと思うけど。わからん、なんやろ。あのね、日に日に話し方変わると思う。なんかだから、また多分ショールーム来たら話し方変わってると思います。気分で使い分けてる感じですとか、その日のなんか感じで使い分けてるかな。うん、あなたはすっぴんが最高。ガミガミちゃんありがとう、嬉しい。早くお風呂入ってメイク落とさな。なんやろ、どんな話し方もみくりん好き。みくりん頭の回転早くないよ。早かったらね、もうバラエティとかね、どんだけやれとるっていう。まあでもバラエティとかも経験ですからね、積んでいかないと。でもバラエティを経験を積める場がないから、私あんまりバラエティ出ないんですよ。もう出したらやばいっていうね、出したらやばいんですよ私は、バラエティに。そうですよ、だからもう封印されてると思うんですね。はい、でもだ出ないから、あの経験のしようがないっていうね、詰めないっていう、まずそもそもが。はい、なんかそういうのやりたいですね。私バラエティ頑張りたいです。バラエティも、はい、生放送とかね、なんかね危ないから私出たら。うん。大喜利は得意。分からん、なんか日によるかな、分からん。大喜利はね分からん、全部分からん。そう。でも向いてると思う。逆に戦闘中出たい。いいね、逃走中とか出てみたいな。ミクリンの歌が癒されるよね。え、ありがとうございます。え、本当に緊張してきた。うわ、あさってなんよ、もう。うわ、でもう1時間も経たないうちに明日になるから早い。待って、ミクさん心の準備全然できてないんやけど、やばいわ。ちょっとソロ公演頑張ろう。緊張するもん、本当に。時間が足りん。他のお仕事もね、ただでさえ詰め詰めなのに、もうやばいから、温かい目で見守っとってください。見ててください、温かい目で。ソロ公演本当に温かい目で。初日、まあでも1回限りじゃないから、まあどんどん上達していってるところを見てほしいっていうね気持ちがあります。だからちょっと、もうちょっとね、初日も頑張りたいんだけど、まあ伸びしろはある公演やと思いますよ。はい。自分で言うか。うん、と写真集イベントもありますね。26かな、26くらいにやりますね、福岡ね。楽しみ。はい、瀬戸利はどんな感じ。瀬戸利はまあそうですね、まあもう二十歳になったっていうのもあるし、まあ、12歳から加入してるから、まあそうなんて言うんだろうな、私の歴史を振り返れそうな、その長い目を見て、なんだろう、コンセプトをなんか成長っていう感じで、子供から大人への私、まあ、2分の1少女みたいな感じですで作ってるから、なんだろうな、まあ二十歳だからできる楽曲とかもあるし、楽しんでもらいたいです。なんかいろんな自分を見てほしいっていうのがやっぱ大きいから、一緒くたには知ってないかな。まあ、それも含めてみくりんらしいんじゃないんでしょうか。
でもソロコンとは全然違うと思う。ソロコンは感謝の気持ちをまず伝えることを一番に、だから自分のやりたい曲は半分以上削って、まあ、総選挙楽曲だったりだとか、私がなかなかいろんなところで歌えないオルフェスの歌だったりとかいろいろしてたから、それとはまた違う、今回は自分のやりたい曲も詰め込めれたしって感じです。もちもちさん、タワーありがとうございます。そんないっぱいあなた投げて大丈夫なの？ありがとう、おしろう、もちもちさん来てくれるよね、確かね、ソロ公演。あれ、来てくれるんだっけ、どっち？ソロ公演一緒に楽しみましょう。それではシャワー浴びてきます、やって。シャワーの後だからお、シャワー浴びてきてください。私も早くシャワー浴びていきたい。一緒に楽しみましょう。なんか安心するよね、やっぱミクのファンの方が来てくださるっていうの。安心しますけどね、緊張しますね。でも絶対来いって言われたから、もう絶対来い、本当に。だって空席あったらどうしようみたいな気持ちやったけど、完売したんでしょうかね。もうありがとうございます、もう絶対来いまあ一回限りじゃないけん、来れない人もまあ次回来ていただけたらいいなって感じで、長い目を見てね、はい、本当に。俺も絶対来い、絶対来いオルフェス CM ソング聞きたいって、いいでしょう、あれいいでしょう。ソロコンで、ソロコンがさ、そもそもさ、何、一回で終わって、あれ DVD 化とかしてないから、本当にレアでしたよね、あれね。完売するに決まってる。いやでもね、結構金ね、もうちょっと大丈夫かなって思いよったよね。でも有観客やからやっぱ嬉しいです。無観客ソロ公演とか絶対嫌やって思っとったから、有観客でよかった。まあ半分なんですけど、コールもできんけど、まあその分ペンライト振ってくれたり、とりあえずはまあなんて言えばいいんやろな、臨機応変に私もファンの方も、ファンの方に結構振ったりしちゃうからまあ楽しんでくれるのが一番いいですね。温かい目で見ててください、雄大、あ、有観客か、そう、雄大じゃないとよ、有観客よ。全員ミクリン見に来てるっていう、何、見に来てるっていう、冷静に考えるとすごくないやって。え、めちゃめちゃ嬉しい、本当に嬉しい、めっちゃ。確かにみんなミクのこと好きなんだっていう、でしょうね、でしょね、うん、ミクのこと好きじゃないとこんからね、緊張するけどね。秋服ファッション買えますか？あ、いっぱい持っとうけど、秋服のファッションが一番好き。西日本シティ銀行の CM 見て、あ、ウェブ CM の方かな、ありがとう。たまに流れてくるよね、なんか知らんけど今は知らんけど、前ね流れてきよったね。好きやって、ポンポさん、ミーも好き、ミクしか勝たんってな。あゆちゃんありがとう。今日はディップ何？今日はディップもう取れた、今無田中ミクちゃんがダイアンタッチで一番好き。オン君いつも来てくれる、嬉しい、ありがとう。スグルンさん、ミクの写真集買って嬉しい。なんか思ったよりもたくさんの方が写真集買ってくださっとって、めちゃくちゃ嬉しい。ピコ、ピコタさん、ピコタさんありがとうございます。写真集届きますように。免許証なくても口座作れやった、せやねん、すごいやろ。行きたかったな、コロナが落ち着いたら絶対行くから。いや、コロナが落ち着いたらって、もうね、落ち、もうね、多分もう、ま、いつか分からんのやけんそれはもう分からんよ。コロナでも、もうないと思うけど、もう一生続きますとかやったら、もうミクアイドル いないからさいつか来れたらいいねいつか来れたらいいね、うん、なんかね、うん、うん、楽しみやね、公演ね、うん、本当にね、早くね、本当にね、楽しみだね。ソロ公演次こそ当たりますよね。外れたんですか、マサさん、嘘じゃん、本当に本当に外れたの、外れたのかな、
DMM があってよかったって、本当に本当によかったよかった、楽しみ。そっちソロ公演って新書、新書ある、あるある、ソロとか激アツすぎてね。あとミクがちょっと着てみたいな思っとった衣装もとかも着れるから、 HKT おすすめメンバー注目の子とか、まあ田中ミクちゃんしかおらんよね、うんとか言っちゃうでもまあみんな注目してほしい。なんか多分きっと私は誰って言えないんですよ、まあ一人一人好みとかもあるから、まあ私がこの子って言ったところでそれは私の好みでもあるから、結局はなんかもうたくさん人数いるんで、いろんな子を見てみてください。 HKT のきっとあなたにハマる子がいるんで絶対に、うん、福岡まで行けないから DMM で見てください。俺の好みがここにいる、嬉しい何時に寝るとって、2時とかには寝たいかな、 2,3 時までには寝たいかな。やること多くて、ソロ公演の練習とかもしたいし、怖いからさ心配して寝れへん、だから寝れない、だから明日のなんかやつとかも確認して寝ないとダメやから、うん、僕の好みは、あなたの好みはミクリンですよ。明日何時起き、明日の予定まだ見れてないんですよ、見る暇なかったの、見てない朝やと思います。ミクリン先生急速に大人びたねえ、本当にね、大人になるのは簡単なんですよ本当に本当に、だからあんまり大人っぽくしないようにしてますよ。簡単だもん大人になることは。でもまあ外見だけじゃなく内側から大人っぽくなれるようにします。大人っぽいというかしっかりとできるようになりたいかな。今日はお酒飲んだ、飲んでないてか、お酒をそもそもまず本当に一人の時とかもちろん飲まないんだよね。誰かなんか家族とかなんかそうじゃないと飲まないんだよね。はい、HKT 今の一押しは熊本市の田中美希ちゃんってことです。かわいいありがとう、嬉しい。今日はお疲れだと思うから早く寝たい。そう、頑張る。早く寝たい。でもね、ネットフリックスで見たいのとかもいっぱいあるんよ。もう今でも絶対見れんやん。忙しくて。そう。酔ったらどうなる？まだそんな酔ったことがなくって多分強いんかな。まあちょっと楽しくなるかなって感じやけど。多分誰と飲むかによって変わると思う私は、夜更かしすると顔むくんじゃうよねえ、本当にむくむよね顔ね、わかる。でも大事な日とか特に寝れんけんめちゃむくんだり、コンディション悪くなる。眠くてやる気起きん時は全然ある、めちゃめちゃあるけど、それこそなんかじゃあ何十分までは寝て、何十分になったら絶対起きようっていうのを決めとかんとマジで起きれんっていうか、ダラダラしちゃう、ずっとダラダラしちゃうの本当に。なんか分かる人きっと多いと思うんだけど、やることめちゃめちゃあるのにうわー暇だなーってなるかの気持ち分かる？暇じゃないんですよ、めちゃめちゃやることいっぱいあるのになんか暇だなっていう気持ちがあるからダメだよね本当に。だから絶対に決める、あのね、何十分になったら絶対にやるっていうことを決めるの分かる？そう、暇じゃないのよ、暇じゃないけど暇だなっていう、やることあるっていうのを自分の中でも分かってるんやけど動かんのよね体がね本当にね。だからちゃんとスイッチ入れる時間を決めとかんと動けないタイプです。動こうってならんのよね簡単にね。だからそうちゃんと何時って決めとかんと無理なタイプ。そうでも一回動いたらスイッチ入るから結構いろんなことまとめてできちゃうかも。みんなわかるって言っとる二度寝とか最高、うわかる。本当に眠い時は6、5、6度寝ぐらいしちゃいませんか
わかります、本当に。一回めちゃくちゃ起きたら、起きて動いたらさ、寝れんくなるから。わかるわかる。スイッチ入るまでがね、長い人もいる。私はね、まあその時の時間次第やけど、すぐにスイッチ入れんでいい時はずっとスイッチ入れとらん。結構ダラダラしちゃうね。みくりん奥さんにしたらそういうの治りそうって。引っ張ったたくね引っ張ったたくね、うん、起きろーつって、あの朝になってフライパンとカンカンで起きろーつって起こしに行けますね。朝ごはん作って待ってますから。絶対食べんと、あの会社行っちゃダメっていう、絶対に私の作る朝ごはんは食べないとダメな、朝お腹空いてないからとか絶対ダメな。私が作った朝ごはんは何が何でも食べて、全部食べんと仕事行っちゃダメどう？いいやろ？体力つけないかんけん。コーヒーだけでお願い。ダメだ、ちゃんとトーストとか。そう、コーヒーとトーストとかね、うん、バランスのいい朝ごはん食べてもらわないと。そう、本当に。わかりましたか？怖いよーって。結婚したい。美味しかったです。絶対食べるよ。会社ずっと行けないやん。だって食べさせてもらえば。あ、食べさせ、何歳ですかうんうん、美味しくなくても食べなきゃね。美味しくないの出せないですよ。だから好きな人に美味しくない料理出せないでしょ。自信ある料理しか出せないので絶対美味しいです。はい、美味しくないとかないです。嫌いな食べ物はまあちゃんと教えてください。そしたらじゃあ食べれるようにね、調理しちゃうんで。はいね、うん、初めて言われました。宇多田ヒカルに似てるって。本当ですか？おお、 You are my smile。 歌っちゃうよ。おお、あの椅子に座ってなんかやっちゃうよ、こうやって初めて言われました。私今までいろんな人に似てるって言われてきとったけど、初めて言われましたね。はい、オートマチックやっちゃうよっつって、ね、いや忙しい時でも水はたくさん飲みますか。あのね、水分を飲むことを私は忘れてしまうんですよ。あんま水分飲まない体質というか人だから。まあでもまああって思ったら飲みますよ、ちゃんと水分。まあお水はね飲まないといけないからちゃんと飲みますけど、気をつけるようにはしてます。飲まなくてもやっていけるんですよ私。はい、うん、きゅうりだけは、きゅうり、きゅうり美味しいやん。きゅうりの、きゅうりのお漬物とかが一番好きかも。美味しいのに。きゅうりとナムルはね、ナムル、きゅうりともやしは裏切らないんですよ。水嫌いを克服したね。うん、でもどうだろう、その、ね、飲む水によるけどね。うん、長時間置いてある感じのなんかぬるい水苦手なんですよ。いや、きゅうり美味しいですよね。ちっちゃい頃きゅうりが本当に大好きで、今も大好きなんだけど、きゅうりに塩つけて食べてるのがもう夏の基本って感じでした。本当にきゅうりの、きゅうりとごま油とお塩で揉んで食べるやつ、あれめっちゃ好きで、あとはきゅうりに普通に塩つけて食べたりするのめっちゃ好きで、きゅうりめっちゃ好きなんですよ私。本当に好き。うん、お塩昆布いいですね。塩昆布はキャベツかな。めっちゃ好きです。てか秋の食べ物めっちゃ好き。サンマとかも好きやし、骨が痛いけどね、好きです。あ、そう、味噌もいい。きゅうりはね、味噌、きゅうりと味噌食べとったら止まらんから。うん、そう、キムチのきゅうりとかもめちゃくちゃ好きなんですよ。てか角的がめっちゃ好き。わかる、本当に美味しいよね野菜って。本当に美味しい野菜ね。あんま嫌いなのないから私、本当に好き嫌いあんまないんですよ。なんか強いてめちゃくちゃ細かく言うと、パクチーとレーズンと、あと洋菓子とかチョコとかに入ってるオレンジ、あれ苦手。
オレンジ加工食品っていうんかな、なんだろうな、バナナチップスとかマンゴー、マンゴーとかね、芋とかの星のやつとかは食べれるかもしれんけど、なんかそういうなんかこう洋菓子とかに入ってるオレンジ風味のやつとか苦手なんですよね。あとチョコに入ってるオレンジとか苦手ですね。だから缶詰そこまで好きじゃないから、うん、バナナチップスめちゃくちゃ美味しい。オレンジ苦手です。なんかそういうなんか加工されたオレンジとか苦手なんですよね。うっってなる。うん、そう、あんま好きじゃない。フルーツポンチのフルーツとかも苦手。なんか前まで、うん、なんかフルーツのケーキとか苦手だった、あんま好きじゃなかったっていうか、ケーキそのは好きやけど、上のフルーツとかまあ食べれんかったんやけど、今は全然食べれる、大丈夫です。なんなら缶詰もまあまあ食べれるかもしれないって感じ。ただなんか洋菓子とかチョコとかに入っとるオレンジ系のあんま好きじゃないかもね。みかんの缶詰とかね、めちゃめちゃ昔嫌いでした。匂いからして無理でしたね。まあ食べろって言われたら食べれるかもしれんけど。マリトッツォ美味しいよね、わかる。本当に。わかります。美味しいです。韓国のマリトッツォ食べたいの。なんかオレオ入っとって、なんかサクサクしてるんですよ、生地が。ふわふわのパンのやつも美味しいと思うけど、サクサクが好きやから食べたいです。いちごショートケーキ、いちご残しってこと、うん、そういうのめっちゃ好き。いちご大好き、そういうのは好きなんですけど、なんかね、なんかでもいちごとか、まあ、フルーツもそうなんだけど、もう何もしないで食べるのが一番美味しいのよ。加工せんでいいと、本当に。缶詰嫌い、トマト缶詰も嫌いだって、めちゃくちゃ好きってか野菜大好きだから。レアチーズケーキ、そう、レアチーズケーキとかもレモン風味のレアチーズケーキあんまり食べれない。普通の甘いレアチーズケーキなら食べれるけどって感じです。カカのチーズケーキが一番好き、私に合ってる。そう、うん、パセリ美味しいよね。パセリは大好き、私も。マヨネーズとつけて食べたら最高ですね。そう、新鮮のフルーツをそのまま食べたい。ドラキング好き。あ、好きですよ、家族とよく行ったす。でドラキングのそのストロベリーのなんかスムージーとかめっちゃ好きで飲んじゃいますね。痩せたい時は完食します。痩せたい時はもう食事本当に気をつけ、炭水化物多めにとるかな。だからあんまりお菓子とかはあんま食べんようにしとる。本当にダイエット頑張りたい時とかは本当にあんまり食べない。そういうなんて言うんだろうな、うん、気をつけたいから。納豆は食べれます、大好きです。てかほとんど食べれます、それ以外、私が言ったさっきのやつ以外全部好き、食べること好きだし。そう、ドライフルーツまだ分からんちゃんね。まあ食べようと思ったら食べれるんちゃうかな。運動すると、運動するけど、なんだろう、筋肉つけたい時とかは運動してたけど、さすがになんかそのそういう体力もない時はしないです。私息を吸って吐いてること自体運動だと思ってます。もうそういう時の私は甘えてます、人生に。でも筋トレとか運動はした方がいいですね、やっぱね。あの気持ちもすっきりするし、気持ちによるかな。でももうあの公園とかがあるからそういう時やりません。疲れちゃうもん、メンタルの方を重視しちゃうね、うん。僕の好きな食べ物はカレーで、好きな人はミクです。あ、ミクね、カレーと作るのめちゃくちゃうまいよ、本当に。食べる？いいじゃん、好きな人が好きな一番好きなご飯を作るっていう、最高じゃん。作りたーい。筋トレって何時間くらいするの？30分くらいかな、20分から30分です。1時間とか1時間半とか2時間とかやったら、まあさすがに2時間とかやったらジムに行くんやけど、お家での、まあ、筋トレとか運動だったら20分から30分間あの YouTube のなんか筋トレ動画とか見てます。ジムだったら30分間ウォーキング歩いて、残りの30分間、まあ、40分とか筋トレして、また15分間とか歩いてって感じだから、ジムは結構ね行くんです、やるんですよ。
カレーは甘口、辛口、甘口ですね。家族、ミクの家族がみんな甘口だから、たまになんか甘口にちょっとだけ辛口混ぜたりするけど、カレールーはねバーモントカレー使っとったかな。うん、でもいろんな、私が作るときはいろんな、特にこれっていうの決めてないです。でも家族の時はバーモントカレーかな。プロテインは飲んで、プロテイン飲みますよ。飲む時はね飲みます。タンパク質とプロテインと、なんかコンサートの時よくプロテイン飲むかもしれない。コンサートとかはね大事だから。カレーに納豆をトッピングします。わかるわかる。あと怪物くんで知ったんだけど、卵の黄身とか入れたらめちゃくちゃ美味しいよね。ジューシーになってね。リンゴとかも美味しいよ。蜂蜜とかリンゴちょっとと蜂蜜入れたりしたら甘くなって美味しいし、でも納豆わかる。あとキムチ、うん、私福神漬けめちゃめちゃ好きで、福神漬け本当に大好き。カレーには絶対福神漬け入れるし、牛丼は牛丼だけで食べれないから、牛丼とあのなんていうのあれ、紅生姜ないと食べれない人なの。紅生姜とかバリバリ入れちゃうね。食べ物の話になってほぼ終わっとるんやけど大丈夫？うん、まあ明日もね仕事あるしね、頑張りたいです。はい、頑張りましょう。皆さんも頑張ってください。そして私明後日ソロ公演、まあ本当に緊張する、やばい、めちゃくちゃ緊張するんやけど大丈夫かな。明後日、もう明日やん、これ日越えたら。やばい、めちゃくちゃ緊張する、本当に緊張するんやけど、なんか自信がちょっとつけんと いけんね。なんかでもまあ一人やから、まあ一人やから大変やけど、一人だからどうってことなるときはなるのよね。ただちょっと早替えとかも大変やし、とりあえずは頑張ります。本当に緊張する、めっちゃ。リップ見てめちゃめちゃ元気をいただいております。本当にありがとうございます。じゃあ私はこれ終わったらすぐお風呂に入って明日の確認をして頑張りましょう。なんか本当にありがとうございます。ショールーム他のギフト投げてくださってるのめちゃくちゃ申し訳ないんで、本当に大丈夫ですよ。本当に申し訳ないですから、タワー以外とかね申し訳ないんで、読めないしミク名前、本当にタワーもですもちろんありがたいですし、写真集申し込んでくださるのがありがたい。他のギフト読めないから、私が読まない人だから、あの申し訳なくなる、ごめんなさい。大丈夫ですよマジで。お風呂浸かりたい人ですよ。でもなんかね、自分で掃除して自分で貯めてっていうのが、そこに時間を費やしていられないくらい今は忙しいんです。だからもうそうなった時はダメですね。もうジムの行った時とかにしか入れませんね、はい、ちょっと今ちょっと一旦落ち着かないとお風呂は貯めれません。頑張ります。私貯金、うん、申し訳ないからね、お金かかってるでしょ、申し訳ないですよ。そう、他のギフトも、うん、まあでもショールームとか欠かせないんで話したい人なんでね、この時間話したいの私。お風呂をためる時間とこのショールームだと全然ショールーム、本当にね、どっちもショールームしてる方が楽しい。ショールームがリラックスだから、お風呂のリラックスよりもショールームのリラックスの方が強いから、本当にははは、うん、そうなんですよ。あのだから来てください。配信見に来てください。これからね、これからも見に来てください。待ってますんで、あと
明後日のソロ公演は家族が見に来てくれるんですよ。バーバの誕生日やし嬉しいな。それまでダイエットしよう。マジで絶対ばあちゃんのさ誕生日の時食べるんよね、うち。やからダイエットしとかんといかんわ。痩せます。私痩せますね。痩せんと いかんのよ。太ったから。太ってしまって、食べ過ぎて太ってしまって。でバーバの誕生日の日にさソロ公あるのすごくない？普通にいい一日になりますように。頑張ろう。緊張するの本当に。泣いちゃいそうなくらい意外と緊張するんですよね。なんか大丈夫かなって思って、全然練習する時間もあるけどめちゃくちゃ普通に緊張しちゃう。やっぱなんかすっごくいいものを見せたいという気持ちが強すぎて、なんか大丈夫かなって心配性だから。でもまあとりあえずいい公演無事になったらいいなっていう感じで頑張ります。そう、いや練習いっぱいして、あと1週間くらい欲しかったわ。その1週間分の練習をちょっとギュッと詰め込んで今日と明日に頑張りますので、ぜひねハッシュタグ田中美久ソロ公演でいろいろつぶやいてくださったら嬉しいです。当日とかも、あと写真集もね絶賛発売中なので、もう、まあ、みんなゲットしてると思いますけれども、また多分週間ランキング出ますよね。いつ出るんだろう、明日か明後日かな、わかんないけど、まあ、まあ1位取れたからめちゃくちゃ嬉しいですが、まだまだね甘んじゅずね、なんかいろいろ PR もできたりなって思ってますので、よろしくお願いします。はい、じゃあねランキング読もうかな。この間切れちゃったから、そう13位か階段さん、12位海保ケーマンさん、11位サシナコウジさん、10位ジージリン5、9位ピースのおっさん、8位はプピプピの呼吸、7位はガミガミちゃん、6位ははるみさん、5位はニコちゃんマーク、4位は24時間田中美久ちゃんにもちをみりんさん、3位はしげピーさん、2位は京平さん、おおるおる、1位はもちもちさん、おすごい、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。え、ランキング変わった？嘘、本当に？え、ランキング変わっとうね。でもね、ランキング変わっとうけどね、名前は変わってないのよ。壇上にいる方が変わってスライドしただけなのよ。あ、落ちちゃった。嘘じゃんか、ほんまに。じゃあもう一回読みますわ。13位サシナコウジさん、12位ピースのおっさん、11位プピプピの呼吸、10位階段、9位ガミガミちゃん、8位はるみさん、あ、7位マサさん、6位ニコちゃんマーク、5位20時間田中美久ちゃんみりんさん、4位はジジリンゴ、3位はしげぴーさん、2位は京平さん、1位はもちもちさん。ありがとうございます。最近ランキング読んどって変わるのも多くない？多いよね。セクシーミクリン、あ、今日はね、今日だけは特別色白、今日色白、ここは黒くて、じゃあまた今度会いましょう。ありがとうございました。おやすみクリーン、バイ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 、お風呂入ろう。